人間と仙人はオーディンの猛攻をしのいだ。その後オーディンは破壊神の力を借りてイグドラシルを生成。その機にオーディンの野望を止める方法は破壊神を倒し、いよいよあの者を撃たねば一人。信長が命ずる、破壊神を撃て。眼前の敵を突破する。俺も行こう。戦つ、否、先人とした破壊神のもとへ向かうのだ。無理はするでないぞ。心配ご無用、我ら決して因じにはいたしません。貴様の力はそんなものではない。もう地荒みたまずは。うちも協力するで、ラキちゃんの頼みやもん。熱する押し通る。邪魔をさせる。なんか静かで寂しいぞ。心地よい悲鳴を聞かせろ。ダッキ、この私を足止めに使うとは。まあいい、うまく奴らの目を欺くとしよう。手は抜くな。そうでなくあの女も納得しない。ダッキの目が戦う。演技が難しい。悪いが本気でいく。加減してやったのだ。言っておくが、これが私の実力ではないからな。それで行け。我らはこの道を守る。決して敵は通さぬ。早く破壊神の元へ。あらてか、全て破壊する。足に過ぎたるものとはただ勝つのことよ。奴の傷が癒えていく。リオモリア、余計なことを。術者を撃たねば破壊神は倒せない。このままではただ勝つと否が危ない。なんて凄まじい力。イラ、ひるむでない。その支柱に活を見出せ。我、ことの難に望めて引かず。ここでイラが倒れて世界が。全てを滅ぼす。望み通り滅ぼしてやろう、貴様を。オロチ様、オロチ様も復活していたわ。これじゃオロチ様と戦うことになるけど、それはそれで楽しそう。オロチ、面白い。俺も戦うぞ。待って、リョフさん、ノーサ乱入するならオロチ様たちの戦いが盛り上がってからにしましょう。なるほど、俺は家康でも片付けておこう。両夫さん、
除すのってほんと大変。このウサ、信長さんでもいたぶって晴らすっと。敵は殿と信長殿を狙うか。やらせはせぬ。奴と戦っている。そうです、あの時も融合した世界で他の英傑たちと一緒にオロチに挑みました。その後奴から生まれた幼者も倒した。悪くない座標であった。日の本の将、それに旋回の者たち、そうだ、すでに我らは仲間とも出会っている。やるな、私ももっと武を磨かねば。姫、稲の方こそ危なかったです。あなたの鍛錬のほどが伺えます。人間の気持ちに踏み込みました。なりませぬぞ、玉殿、滝殿、我らは守備に徹すればよいのです。所詮無能の衆、足並みは揃わぬ。こうなっては我らも援護に回るし。我らも動かねば怪まれるか。家康殿を守らねば。ここを通してはずか。まあまあ、そう急がずにさ、ここで俺と遊んでちょうだい。撃ち出してやる。何故我の前に貴様を滅ぼし全てを終わらせるため、それとも貴様が我を終わらせてみよう。信長は満たされる。破滅は世界の意志、我はそれを再現する存在。邪魔はさせぬ。ならばまず我を破壊せよ。あかん、やられてもうた。ドキちゃん、ごめん。清盛が手薄になった。今こそ誇れ。足に過ぎたるものとは、ただ勝つのことよ。そなたの働き、軍中随一よ。今日は調子が悪い。あばよ。足に過ぎたるものとは、ただ勝つのことよ。信じておった。わしに過ぎたるものとは、ただ勝つのことよ。貴様も人間で、ちりあつかに過ぎる。すべて我が破壊する。そう、滅びこそ我が望み。人間はどう。Yeah!
ていないが、新兄弟のお相手をしていただけますかな。ダッキたちを欺くにしては過剰な演出だ。まあ引くとしよう。しまうとはな。そなたの働き、軍中随一を。イグドラシルはきっと作られてしまう。うむ、その前に今しかし実にあの姿、ひとまず戦わずに済むの。
上々な。敵の軍勢がこちらへ急行中。あれっすか。信長に任す。